go 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 ということで、どうもゴーダスです。今回は久しぶりの、まあ動画を久しぶりに上げてる時点でもう全てが久しぶりではあるけども、久しぶりの上位勢対話企画、僕個人的にすごい思い入れがある、ちょっと出るの早いって、まだ僕が UR さんですよし、ということで、やっていきたいと思います。 1S 戦東京スクランブル、俺ね上位勢の中でも一番、まあ、勝手にお世話になってる勝手にお世話になってる。俺がブロンズぐらいの時に、当時 UR さんの解説動画、多分赤かこれ譲って、オッケー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 、当時UR さんの解説動画はうまいじゃん、まあ、知ってはいたけどうまいじゃん。オッケーオッケーオッケー、とりあえずこれ間違いなく全てのコースに総力差があるから、まあ、2位のアイテムを利用して詰めていきたいけど、そう、あのブロンズの時に当時多分4本ぐらいしか上がってなかった。今さめっちゃ解説動画あるでしょ UR さんの。当時4本5本ぐらいしか上がってないやつを見て、1ヶ月ぐらいでゴールド、いやプラチナぐらいは上がったから、それが確かね1年ぐらい前の話なんですけど、ずっとプラチナですごめんなさい UR さん解説とか見てるはずなのにプラチナで止まってます。理由は TA やってないからです。すいません TA や、 TA やるわね。いや本当にあっぱれ、OK、よし、これちょっと待って、さりあっつ、これぬるまけかと思ったが、これ絶対赤を1個通す。でもこれ東京消しやすいから、せめて絶対1個通すのをさ、あーやばいか、いやもう1個赤通せば勝てる、もう1個攻撃を通せば勝てる。いや頼む、ダブルアイテム、これだな、マジでこのアイテムして、なあぬるまけだー。駅場押したけど、これ駅場こそ実力差出るよねこれね。まあ、やらかしたけど、まあでもタイマンなんてもんはどんだけ上位勢だろうが、どんだけうまかろうが赤さん引いちゃえば勝ちなんですから、まあそういう魂胆であるからこの企画が成り立ってるんですけれども、当たんねえか。一旦これイン塞いどいて、2周目俺がキノコでショート化して、1位の UR さんはショート、オッケー、あっつ、これもううまいことしない、ただ赤をしっかりと通す。駅場なんてものは消せるわけがないから、オッケー。おい簡単なことしないっつったけど、せめてダッシュ番号とかでさ投げろよ何してんの。ただまさかの、この動画初めての、1位でございます。お前サザエさんでしか言わないコンビ言うな、お前サザエさん以外で聞いたことないぞ。ただコイン差があるのと、オッケーオッケー、総力差がシンプルにあるから、まあ、ここ油断しないけど、これ加速ショトカー持ってるから、ショトカーさすがに当たんないよな。そん一旦肺に空気を取り込んで、キチューレッツゴー、こいつこれ強いけど、いやどうする、まあ、まず絶対に1個通すよね。これもアイテム5で届くようにして絶対1個通す。でギリギリで、うわ1個消えてるか、1個消えてるっぽいな。まあ絶対1個を取るでしょ。オッケーオッケーオッケー、全然ある。そして加速、これ最大値で、後ろにクラクラで最強。いやこれ追いつくか、ショトカで抜けないなこれ、この距離な。いや木の2じゃダメかもこれ、いやこれ無理だな、これ回してどうにかこうにかやるしかない。これショトカでも追いつかないこの距離は、頼む。いやーうわークラ持ってるじゃあダメだ、何してんだ。いやワンチャン、クラをクラをくぐり抜けろ、緑が頼む、くぐり抜けろ、赤赤赤赤赤赤頼む。まあ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 キノコ赤緑が出た瞬間に1をやれるっていう。まあ、ただこれ、いや、2割合戦 ?2 割するかしない、させてくる、くれるかしないか合戦。もう何言ってるかわかんねえや、俺久しぶりだから。自分で。何言ってんだろうね、俺。UR さんが停止して2割させてくれるか、くれないか合戦。なんで俺こんな合戦にこだわってんの、これ。ということで、これ2番目割ってくるでしょ、知ってたよ。いやこれキノコだけ抜ける、うまいじゃん、見たじゃん、東京で全く同じ展開見たじゃん。まあしゃあない、
まあ言うて桃缶なんてもんは、ショート化したら距離詰まるプラス赤に、うん、いいね、今日いいよ、うん、いいわ、オッケー、集中して。とりあえず走りでミスるっていうのは絶対なしにしたいから、オッケー。ちょっとね、今2対0だから動画を盛り上げてくれてるわ。あんま言われたくないかもしれない言葉ランキング1位、今多分動画的なことを考えてたわ俺も言われたら一番嫌だもんね。動画のこと考えてたんですねって、オッケー。ただ1位出させてもらったりはもうこれミスんなよ、まずはミスんない。あー、暗いんじゃないかこれ。変な緑とか飛んできてももう最速で走って二の一交換しよう。オッケー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 、ミスんなきゃ大丈夫、ミスんなきゃ。いくら UR3 とはいえ、いくら速いとはゆえ、オッケー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 。あとはここキノコショとか強いじゃん、勝ったよ勝ったよ、フリじゃない、盛大なフリじゃない、本当に勝った。これは避けれない、ちゃう、避けたけど避けたけど大丈夫大丈夫、赤にじゃ、赤にでも大丈夫、なんなら赤にでも大丈夫。よし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 、まず動画のこと考えてくれるから1本もらったね。よし、ここはめちゃめちゃ割り下押そう、めちゃめちゃ割り下押そう。まあね、俺、うえぇ、いいコース選ぶね。まあ俺がね、本気でコース選ばないでどうすんだっていう話だからね、相手の方が格上なんだから。そして来たね来たな、オッケーオッケーオッケー。いや、これね、俺、まあ、タイマンいくつかやってきてんじゃん。ベビーパークも1回2回やってた気がするんだけど、1回負けたのは初手キノさんとか取りに行ってそのまま逃げられた。だからね、これね、キノさんとか取りに行かない方がいいんじゃないかってタイマン思ってる。オッケー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 。防御も引いて、これ多分ね、UR さん多分タイマンベビーパークに関しては多分俺の方が上手いんだ。これね、加速取りに行かない？もうゴリゴリ逃げる。これね、意外と追いつかないから、キノ4でも。で、キノヨンの引いてる間、これキノヨンじゃないか。キノヨンを持ってる間は赤もなく、うぅー、怖い、このスンシャーン、これインバノンコ。これどうなん、これどうなん、めっちゃやらしいんじゃないの、当たってる、逃げろ、ミスんな、まずは逃げろ。オッケー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 、いいぞ、いいぞ、まずは2対2にする。いや、これだいぶでかい、このベビーパークのここ。オッケー。だって上手ければ全然赤消しできるからね、ずっと永遠に。まず赤引かれないこと、そしてバックスナ、もうこれ2位だけどバックスナを警戒。これダブル防御も熱い、いいんじゃないよし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 、これもう赤さん急に飛んでこないのと怖いからこれ入っちゃおう。オッケー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 、よし、やべえ、ブシャ、オッケー、よし、でけえ、これベビーパカ刺さったね。まあ割り下か、オッケー。うえぇへへへ。おぉ、ちょっと感動するわ、UR さんのクッパキャッスルが出てきたことを。まあでも、50% 引けなきゃ、走れないけどねー。もう永遠とコース引いて勝とう。これもう永遠と1割初手防御、1割、1位コース、1割初手防御、1割1位コース、1割初手コース、初手防御。にゃあまず1回目のじゃんけんで負けましたということで、まあ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 いいでしょう。とりあえずまあ俺の、まあでも正直まああそこは2割とか左から2番目割るとかいう選択肢もあったかもしれないけど、一旦キノコで距離詰めさせてもらって、さっきも言った通り多分 UR さん全てのコース早いから、俺よりちょうど、俺より1、俺よりちょうど2秒ぐらい早いはずだから、うわ、これちょっと上通してもよかったね。まあ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 、上と綾みたいな喋り方して、上通して上と綾みたいな喋り方してるっていうダブルミーニングと、両二つの意味で、上とっていうね。集中して本当に。いや、これも、もう起爆すんのせよ、もう、いや、ここリードするかしないか結構大事なんだけど、ちょっとこの差はやばいか、赤さん引けたらいいが、頼む赤さん来て、いや、弱いか。まあまあまあ、最悪3-1まで、3-1で引ければ、まだ間に合うっていうところであるから、いや、ここだな、ここで引けたら一番いい。いやー、熱い熱い熱い、ミスんな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 、ショートカスで詰めてって、もうワン切るかな。これ赤さんでとりあえず1被弾あるけど、抜けないでしょ、この赤じゃ。あ、俺の赤だった。これなんか、緑反射飛んできてると思った。これ赤食らって、もう一回食らってんじゃない、もう一回食らってんじゃない、オッ
漫画の抜いてる大きい熱い、いやこれもこれも欲しいじゃねえ、これも欲しいじゃねえ、被弾用で、いや抜かれるか、いやいけるな、これ被弾用で2個取っといて大丈夫大丈夫大丈夫、これもう防御だと思う、赤引かれてないって時点で最大あっても赤に大丈夫だ、信じろ、このキノコを逃げろ逃げろ、投げた投げた、よしでけーでけー、俺の奥の手としてタイマン史上一番面白くないコース、キノキャニっていうコースがあるんだけど、まあそれはマッチポイントとかやばい時に取っておいて、まあ1位コースとかでいいかな、どうしようか、まあ、このね、一番面白くないな、タイマン史上。まあ、でもこの面白くないのは、つまり、勝てるから押すってことね。面白くないけど押すってのは、勝てるか、めっちゃ面白くないコース来た。めっちゃ面白くないコース来たかもしれない。まずいぞ。いや、タイマンのこういうコースわかんない。これどうしたらいいの、これどうしたらいいの、いや、初手。いや、どうするこれ、まあ、多分止まってくるよね。なんか、1割しまくって、適当に投げまくるアイテム。そう、一旦これ止まるよね。オッケーオッケー。これ1割で緑とか投げまくろうぜ。ちょちょちょ、アイテム出て。アイテム。なにこれはもうなんだこれもう、緑出ろや。じゃあもう一旦来い、一旦来い、一旦来い。うわ、これちょっと嫌な展開か。まあでも、コイン集めつつ、コイン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 。大丈夫大丈夫大丈夫。まあ一旦2割したいね、これね。バナさん。あ、ちょっと、ちょっと。もう何これ、いやこれ裏何、これ木野さんとかだったらだいぶきついけど、まあ一旦1割コイン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 10枚コイン10枚、まずコイン10枚にしとくこと、まあそれはタイマンももちろん同じではあるはずだから OK。 いや2割、これもしかして一生1割させられる、これ木野さんか、これやっときたい、あー無理か、いやこれ、うわこれいかね、うわ徹底されてる、まずいまずい、言ってくれ、よしこれコインコイン多分食らってる、多分食らってる、多分食らってる、オッケー、とりあえずコインさ作ったけど、もうやばいこれ、まずいこれやばい、一生一割、これどうしたらいいの、ただ回線落ちたくもないよね、どう言ってくれ、全然いかね、もうなんならまあしっかりマークされてる、いやくそどうしたらいい、いやこの落ちる感覚の難しさ、でもさタイマンだからどっちが悪いか分かんなくね、これまあ別に DC した場合どっちが、マイナス1点とかは別に決めてないから、まあ仕切り直しとはなるだけだけど、まあ動画的にねあんま良くないかな、いやいやこれどうすんのマジでいや1割しかす、あお、ちょっと変えてきたが、ここらで徹底されてる徹底されてる、クソ逃げれじゃんこの距離、ボムびっくりボムでそのまま逃げよう、いや当たんないよな、いやこれ無理か、いやこれ無理か、一旦ぐるぐる一周するか、一旦ぐるっと一周して、オッケー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 、まあまあまあ先行ってもらったけど、あこれやばい、待ってめっちゃ行ってる、待って待って待って、卑怯者、待ってクソ最悪だ、待ってマジ、いや赤さん赤さん多分ね裏防御引けてるか、いやまあ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 ここショットができるのはありがたいけど、やばいぞ、いやこれ多分赤は通るはずなんだけど、木野さん捨てちゃってるか、うわこれまずいよ、いやなんでぐるぐる回ってたんだよ、アイテム取れ、くそ、いやこれまずすぎる、うわ油断した、赤頼む、やばい、俺の動画史上一番のぬる負けだ、うわー負けたー、くそ、まあ、まだ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 わかんない、まだわかんない、テレサ赤さんテレサ赤さん、あー負けた、よし今3対3ね、まあ正直ぶっちゃけた話、まあ4対4、まあもちろん勝ちたいけど4対4という動画時間的なことを考えると4対4まで持ってた俺の勝ちみたいな、オッケーオッケーオッケー、逃げろ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 、いいぞいいぞいいぞ、最後の奥の手キノキャニを使わずに終わることができるかもしれない、初勝利、俺何連敗してんの、ちなみに第5弾ぐらい、5回目ぐらい確か多分4連敗5連敗ぐらいしてるから、ついに勝つよ、そして俺が勝手に師匠と名乗ってる UR さんにね、オッケー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 、これいくらなんでもコイン差があるからさすがに距離は離れていくはず、いくら俺とは言え、これ赤消えない、
いや、消えないか。まあ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 、コイン取りつつ、いや、これちょっと遅いけど、大丈夫大丈夫大丈夫。真ん中設置して、OK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 。コイン差まだあるはずだから、その間に話していきたい。OK、いいぞ。クラ、いや、クラ交換するか。クラ交換して、いや、オッケー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 。いや、クラ交換しなくてよかったよね、これ。別にテレサなんてほぼ出ないんだから、何も考えてないじゃん。ジェー出せやボケが危ないなあくそあまずいシングルだやばい赤いかないで頼むアバラさんだミスんな大丈夫ミスんな大丈夫大丈夫大丈夫やばい総力さん怖い怖い投げてくれてんな大丈夫投げてくれてんな大丈夫いや、これ MT1 回分が大丈夫、OK。 いや、絶対総力さんだよ、これ受け付けてなんで落ちてたーくそいやうわ、じゃ抜けないいや、落ち着け、ここ、チル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 ここで被弾者負けだ当たる当たる当たんねえのかいやーあるこれ、もう知らなきゃ大丈夫、知らなきゃ大丈夫 OK! 向かーいや、知らなきゃ大丈夫、知らなきゃ大丈夫いやもう黒だけかない頼むよしうわっくそーよしずっと言ってたタイマン史上一番おもんないコースキノキャニこれ頼みましてキノキャニこれクッパキャキタル普通に殺される頼むよしよしとりあえずオッケーとりあえずクッパキャでもう絶望のクッパキャになるとこあったオッケー4対3ねこのねキノキャニのタイマン任せてよ俺の勝率エグいから。ちなみにおもんないだけだけどね。最後崖越えして勝ちなだけだけどね。まあただそれでいいんだ。俺的には、もちろん本気で勝つ。そりゃそうでしょ。森口翔太に勝った男だぞ、俺は。なめんなよ。これ三つ目。冴えてる、冴えてる。オッケーオッケーオッケー。バナスさんだけど、まあ前出ちゃえば怖くはない。バナスナは、さすがに。おー、オッケーオッケーオッケー。まあ、正直、一周目、二周目なんて、関係ないんですよ。三周目最後、一定の距離感で2位から掛け声すれば勝ち。それだけです。なので、ここは、茶番タイムでございます。またサザエの語尾を使ってしまって、申し訳ございませんでした。まあ、これでも、ユータ勝てコイン10枚にはしておきたいよね。まあ、キノコ引けてないから。まあ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 、二周目も掛け声されてもいいんだけど。まあ、でも、キノさんとか引かれて、で、3周目1個も赤引けずに、木野さん削れずに終わるっていうのだけはやめてきたいけど、でもまあ、これはいいでしょうそれの、このボムのおかげでその心配はなくなったようだ。これ絶対当たる。こんな当たんなかったら俺もうチート疑うけど。当たってないんだけどあれ避けれんのうますぎないただ、オッケー。完全に、俺の作戦通り。これも一個でもキノコ引いたら、この距離の崖越えは、勝つでしょう来た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 あと被弾しなきゃ大丈夫。この距離は崖越えで帰る。オッケーオッケーオッケー。いや、これ被弾用に取っとけばよかったか。まあ、でもどっちにしろ被弾してキノコ、復帰じゃ多分抜けない距離になっちゃうから、勝ったんじゃないの出ました。この、一番おもんないコースよし関係ねえよプライドなんてもう、遠くに捨てたよちょっとエモいことするか。クパキャ押そうぜ、これ。ちょ、エモくない?なんか女子高生みたいでちょっとキモいかもしんないけど、ここで、4対4、UR さん相手にクッパキャッスルで勝ったらもう言うことなしでしょ、この動画。絶対勝つよ、4対4。でも今までも、4対4はあったのかな ?1 回、2回ぐらいあったかな、ね、でも4対4で、結局全部負けてきた。ここで、クッパキャッスル、UR さんかと。まあ、とりあえず、まあ、アイテム運がなければ負けるはずだから、これ、まあ、押されちゃった、これもう、とりあえず、総力差はあるから、まずコインは絶対取って、取りに来てるが、いや、これ楽で余って取られてるかもしんないけど、まあ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 、そんなもんは想定内。これ J 出なかったけど、OK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 。一旦2割してくるか、これ。OKOK。いいんじゃないいいんじゃない言うて、クッパキャス、ちょっとは TA やってる。さすがに、バナさんか。オッケー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 。まあ、1位出てんのは、おもう全然想定外だけど、それはそれでもちろんいい。オッケー。さすがに、ダブルいってるか。うわ、ブメやだな、これ。オッケー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 。いくらなんでもケツつけてたら抜けれないはず。
被弾しない、被弾しない、被弾しない。あぶねえ、あぶねえ。オッケー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 。いや、これ何、いや、まあ、いった赤なら全然安心なんだよな、これ。オッケーオッケーオッケー。何してんだー、くそー。でも、こんなとこで左、一旦左、ここで焦んない、ここで焦んない、まだ2周目やぞ、焦る場合じゃない。ここ、ちょっと怖いから、外化しないでおいて。大丈夫、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 全然。むしろ有利までは、赤さん引けるチャンスはな、うわ、これブーメンいいんじゃないか。これびっくりブーメンするか。クラだと思ったら急にブーメンだったらドッキリするか。で、もう動画のタイトルそうしよう。クラだと思ったら、ここよし、当たってないか、あー、もうよし、赤1個、とりあえず赤1個、とりあえず赤1個。これとりあえず交換で投げて、防御減らして、ちょっと待って、ユーハルさんが鉄球当たった、こんなチャンスはねえぞ、頼む、いや、赤にじゃなきゃ勝てる、これマジで勝てる、赤に以上、いや、もしかブメ、俺の負け筋といえばあとはミドスナ、これちょっとなんで、いや、まあでも、オッケーオッケーオッケー、いや、なんでだよー、くそー、アイテムにも見放されるのか、俺は、くそー、あ、惜しかった、今までで一番惜しかった、悔しい、悔しいよ、くそ、惜しかった、ありがとうございました。